にさあ、格付けです。ソウルクレードの続きをプレイしていきます。コンティニューですね。またマイクが変わったもので、ちょっと音が変わってるかもしれません、声は。で、31、コーシャスの道、ここからですね。レビンのお姉ちゃんに助けに行くのと、誰かを助けに行くためにどっかに行くっていう、あれですね。駒撃山へ向かう。バシマさんが、攻めに行ってるって話だったな、そういえば。編成は、激動王の、勇者小太郎とお別れであります。あ、勇者小太郎がどっか行っちゃった。あらららら、せっかく入れてたのに。メンバー編成で。じゃあ誰行こうかな。シューのところだから誰でもいいんだけど、食堂人に並び替えましょうか。カトレアちゃんでいいんじゃない？普通に。アルマさん。アルマさん。いや、ゾーン攻撃か。彼女を攻撃として入れる意味ってあんまりないと思うんだけど。行ってみるか。いいよね。で、部屋数は変わってないんだっけ？あ、増えてる。多くなってるからないか。ここ飛ぶ人たちを集めたいところだよね。ちょっと、レイミンがガンスクリプト3、ミキータさんをちょっと下げて、ステファンさんをちょっと下げて、ピーナーは治療な。後ろが集団治療だよね。前にいる人たちってあんまり回復されない気がするんだけど、まあここ飛び集団にしてみたいから、じゃあ隠して隊のここをちょっと変えようかな。メンバー編成で、ユニバドさんを後ろでしょ。後ろだから、カトレアちゃんにするか、ミキータちゃんにしようか。ミキータちゃんにして、お、なんかやる気満々だね。で、ここにメンバー編成のユニバドさんを後ろ側に置いてな。で、ガンツフルトさんとかをどこに置くかというとここ濃いよな、いろいろいるもんな。ガンツフルトさんはここに置いとくか。ホーホーズさんと一緒にメンバー編成のエディの代わりにガンツフルトさん、にしておこう。エムレックスも置いとこうか。スピードのためにマスベリーさんと交換。よし、いいでしょう。このモンスターちゃんじゃない、ランネルでさんがそんな強くないから、ラズベリーちゃんに変更しておこう。ウェインも頑張ってくれてるから置いてあげたいよな。ここ、ユミさんにもなっちゃった。ここにウェインくんの子、アルマさんの代わりにウェインくん。行きましょう。これでとりあえず行ってみるか。で、ここに、飛ぶ人が、あと、3人。途中で、よいしょ。まず回復は必須でしょ。回復必須。ガブリエル、20。はい、ガブリエル購入。ただのワーミンと、この子ダンスロットくん、で18、19ぐらいにしとこう。で、ワーミンさんを、ニノアちゃん、購入します。OK! で、トンネルタイができます。あ、ちょっと。あ、20。
クで、中間に、ガブリエルちゃん。ガブリエルちゃんかわいいな、顔。手前二人が、今はっちゃん、ダンスロックくん。あ、しまったなぁ。頭突きになるのか、こう。そうか。そうなるならば、この、ユニバロくんを前に連れてった方が強そうだよね。ダンスロックくんが後ろで、ユニバロくんを真ん中に置こう。うん。これで飛びまくり対応に出来上がり。イエス。満足です。とりあえず一体に一体セーブしておこうかな。と、ここに、実行です。はい。行きましょう。シェマさんを探します。ああ、シェマさんね。困ったもんだよ、本当にね。ほら。待ってたわよ。あら、待ってたか。お金を持ってきて。持ってきてないよ、そんなに。お父様はどこですの？本当だよ。そう、お父様だ、お父様。姉さんはどこだ？うん、姉さん覚えてた。姉さん？ああ、セプーの娘ね。そりゃ、うん、私の仕事じゃないわね。あれ、違うんだ。じゃあ、誰の仕事だ？そっちの娘が探してる相手はいるわ。あ、でも、お父さんか。お金が先よね。懲らしめてやる。お父様が無事なのを確認してからです。あ、確かに。なら、力ずくで取り返すでしょ。おっしゃ。やってやろうじゃないの。シェマさんと4回目の戦いだろう。あ、なんだろう。ドッキリも連れてきたな、今回。無理には強いだな。あー、大変だ、こりゃ。もういろんな種類、勢揃い。でも、そうか。そうか。難しいな。移動して、トントンして、早い人だけ呼ぼう。デビンとかはもう、全部大丈夫。見ていてくれ。見ていてくれ。もっと遅いから、おばとさん遅いから、ここら辺呼んで、そうか、頼まれた。うん、頼んだ。スーパーコマンドも、ここ。さ、こらからもっと大きくしていきましょう。いいとこ見せろよ。よーし、いいとこ見せるでやるぞ。で、この子早いね。ヨードさんでしょ。まあ、遅くはないけど、あ、置けないから行くか、とりあえず。うん。全部使っておこう。あやめるね。せやっふぅ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 。ザッフェイザッこれ、召喚、後でするっていうことを学んだからね、私は。いける。お、まだ来ない。いける。あ、来ない。いける。ほぉー。タッ！え、あなたが来るの？うわぁ、山の上から撃ってくる気だ。えいっしゃぁ。せい分かったわ、そこら辺で応戦するよ。スリーとアタックスピード。あっと。よく置いて、終了。えいっ怖いなぁ。みんな強そうだもんなぁ。こっち側攻撃に。ここら辺から攻撃しよう。準備はリバイバル。アタックが、あー、クリティカル、アークか。いいなぁ、アクトスピード。いいなぁ。いやー、これはちょっとセンシティブで。アッククリティカルしていこう。終了。よし！よし、とは、次に上げていきます。はい、あげてしまいます。ふん。あ、来た。はい。早いぞ。どりゃ。
ゾードさんになります。今便所に行くところだったのであるごめんよ、そんな時にね、絶対嘘だ。何の子か、何の子を空飛びさんに近づいてからですかな。この際にまだ会ってもいいか。で、プレイしてる。はい、よし、終了です。怖いよー。強そうだよ、今回的に。あー、レビン、大丈夫か。ここ、言われなかったなーって。よし。かー。でもね、ダメージ量は少ないけど、あ、多いけど、体が上に来れば大丈夫。硬いなぁ。これはまずいかもしれない。そこら辺を魔法使いにしたいから、魔法使いで戦いにしたいなぁ。いける。デビンは先に、相手のミニアを攻撃、ミニ隊を攻撃しに行きたい。いける。いやぁ、強い。強い。これはレベル上げの必要がありそうだ。頑張れ。あ、強っ。え強すぎなかった今。勝てる望みが出てきた。あ、そっち行けないんだ。そうだ。きついなぁ。相性悪いんだなぁ、やっぱ。せい振り抜く。倒していこう。気持ちいっぱい。成長攻撃できます。強化の種類に出るべきかもしれないね。頑張ってる。いいよ。いける。どうしてる。あら、え、ちょっと暗いすぎでしょ、それ。いける。鼻で笑ってたら流れたいわ。やめて、やめて。いける。やだ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 。レビンの方攻撃して、レビンの方。あー、食らったー。やばいな、それは。レビン隊でこれは結構きついね。強いはずなのに、レビン隊。まずいぞ、それは。レビンはきっといっぱいよくできているはず。よし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 。食らったら痛いな。硬いしね。タッ。でもレベル18か。レベル2でそんなに強いわけじゃないよね。ヨシトちゃんもやられちゃったもんな。壊しすぎだったらとりあえずいいかな。よし、こっち攻撃しよう。はい。とりあえず通常攻撃だな。強化せずに、今回が始まっちゃったからね。よし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 。後ろ、リーダーを決めました。うん、オッケー。よー、レベルも上がりました。よし、今レベル18になったのか。じゃあ、5カ所ぐらいだね、今。よっ攻撃、こっち。それでもう一回行こうか。うん、通常攻撃。力を見せてやれ、飛んでる人たちに。チェーバンバンお、いいよ、いいよ。あ、そっか、遠くからだから。そうか、そうか、あの女の人たち攻撃できないのか。うん、終了。あ、やだー、あー、やだー。わー、スキルアップしたい。飛んでる人はリミルなんとかしたい。はい。召喚して、ね、うん、え、あ、格付けがいるからじゃな。あ、置けない、置けないわ。移動してから、どこ、でも前の方に出すの危険だよね、リミルクを。この辺に行こう。援護する。
次、ここならまだ大丈夫なのかな。んで、そろそろ、はぁ、やられてるね。そろそろ、わかりました！正解を出して、と、全部出しちゃうよ。あ、ヨードは無理。あ、もう全部出てるか。あ、そうか。きついかもな。エンジンでかな。ロードくん遠くからチマチマ入れたいんだよね。あ、届く？うん、この人返しちゃおう。よしやれ。おぉ、強いヨードさん。よし、倒したよ、みんな。オッケー。よし、だいぶ。あ、スマムジン君、ちょっと、こっちの、こっちの子だったら、なんか、あんまり良くないね。ちょっと、泥っぽいようにしてた。エリンは、危険だけども、人形で直接攻撃したい。エリンだよ。ごめん。そうだな、ね、これかな。使っておこう、先に。よし、いつやられるかわかんないからね。惜しみなく使っていきましょう。いいよ。なんだ、代表だったら全然惜しみが強いね。お姉ちゃんに思いをかけろ。スケールビン。わっ、虫に残ってたね。これってすげえ。ミス、全部ミスったもん。あだ、あだ、あ、よし、レベルアップ。ゲイ、怖いよ、怖いよ。あはレビンのところに来た。レビンだから行けると信じてる。うん、うわ、なんだって、避けなかった。なぜ、絶対避けると思っていた。ははー、よくやってくれたな。くー、それくー、いける。うちも強いでみんな。あー、ユニを攻撃してくるとはなんと卑怯な。いける。なっへレベルが足りませんね、明らかにね。どう、どうか、どうか、レベルが足りないか。あぁ、強いな。いける。レベル上げタイムだな、これは。久しぶりに。いける。無理だ。無理な気がする。お、いいぞ。そう。どこ？ふん。来いよ。うん。やあ！やあ！まだ諦めちゃダメだよ。一人ずつ倒していけば。いい感じだね。捨てたいか。本人に弱いことはないだろう。ああ、うちも強い。彼女がやられるとは。よし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 。真ん中を取りした。わあ、しまった。よし。よいしょ。ヤホーを蹴りました。と。よし。強いもんなぁ。ミニア対策に倒すか。大量だからね。うん、正常攻撃で増える。よし。いやぁ、結構きついぞ。いいよいいよ。いやぁ、ダメージ量がすごいもんな。頑張れ、耐えるんだ。あ、一人なら大丈夫かな。うん、危ない危ない。うん、これは倒したでしょう。うん、物体強いね。攻撃力が高い。ガッツガッツレベル上がっていくもんね。レベル足りてないよっていうことだよね、スムギア。大丈夫か。
大丈夫か？大丈夫じゃない。回復がやられたらもうしない。あ、できる限り先制攻撃でやっていくしかないな。きつい。でいっさ、どこ先付けたいが、いや、一体のために格付け隊を使うのに使わないので、この空飛びの建築を設置します。これはね、使うほどじゃないんだよな。通常攻撃で十分。そこ悩んだけどね、リーダーの方が近づきだったかな。はい、よし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 。あ、なんだと、避けられたかな。うん、強いってば。よし、飛んでる方向いくよ。あれ、あ、そう、良いなんだよね。対抗じゃないんだよね。ゆがんだ対抗撃、通常攻撃と撃ってやれ。こう、いや、自分の攻撃しかできないのか。よしよし、でも一人にした。うん、やれる。大丈夫かな。うん、ここに一体しかいないから大丈夫多分。ああ、その子ばっか狙うもん。そう、はい、よしよし。やられちゃったのだな。悔しいな。あ、隠してるな。うん、まあ今は隠してるんだよ。やっぱ弱い人たちに攻撃しててるのかな、今回は。真ん中の人を狙ってくるっていうのが見かかってね。で、この隣の方の感じだからね、天気で、ロングショット使ってこう。隣にいる子は誰かが倒してくれると信じて、ヨルさんに頑張ってくれる。あ、ダメージサークル作るの？いやーねー。いやーねー、そこー。ちょっと、動かないと。あっ、もう敵。どうしようかなー。行こう、そうですね。他に行こう。もう敵。相性悪いもん。やめとこ。こっち側行こう。結構いいけど、心配。そうか。ヨードさんのダメージサークル作っておきたいな。当たれ。おわ、強ー。ランチクルトさん攻撃力だった。ランチクルトさんすごいね。うん、攻撃力も結構高いはず。よし、大丈夫そうだ。とりあえずはそこな。そこか、まあ大丈夫だと思う。ダメージしたから大丈夫。強いよ、やっぱ。そう、はい、今回は動画が高くて勝てるといいけど、うん、どうでしょうか。この人を倒していきます。通常攻撃。そりゃ強いよね、9人いるし。モードさんも強いし。オッケー、倒した。えい。この人絶対強い。あ、またダメージサークル作るの？ 2 周ダメージひどいよ。それ。ダメージサークル。うわ、ドスドス、ドスドス。あ、やめてきたー。助かった。よしよし、薬1個なら大丈夫だ。いいぞ、やってやれ。仕返しだ。
水生活の力を見せてやれ。いいぞ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 、強い。かあ、でもそれでも攻めた。強いはずなのに。いや、また水タイプからな。相性悪いんだね、ハーフェイタイプ。何とかにしたい。ゼリアとかい、スワライド。もったいない気もするんだけど、回復できないからね。最近だよね。もう、いつやられるかわからないので、今回は全力でやらせていただこう。そうやってくれたならしなくてもよかった、別に。水が味方だ。ダメージを食らわないためって、潮に乗った者が勝つのだ。よし、オッケー、終了です。はっ、だからね、はっ、あ、そっちに来た。はっ、ダメージが弱いから、そい、ダメを倒したでしょう。すごい、強い。よしよし、そこ、まあ、ダメージを食らった。あ、はい、人たち、そこ、これでリーダーを確実にしてみる。そこ、え、はい、そいで、いやー、勝てるかもしれないよ、ひょっとしたら頑張れば。あ、強い、あ、あ、技使わなくても倒せた。やったね、じゃあ通過格付けたい。はい、回復もできた。あ、マリマちゃんじゃなくて、えうん、リニューシーさんだ。アップからのパコン、アタックだね、それはやだな。そう、そこ、うん、怖いよ。あ、弱い。ここはやっぱそんな気持ちないね。いつまで浮上させたらいいかね。そう、君たちはやそろそろの攻撃最良、お、よしよしよし、ここなら最良で攻撃できる。ファーストブロックも使っちゃえ。ほい、魔法使い怖いからね。人生でやっちゃえ。チェー、あー、もう回復できないんだなぁ、初手に。よし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 、やっと、オイラの出番だ。くらえ、かわいいなぁ。よっしゃー、相変わらずのかわいいさぁね。でもいけつない攻撃力、やったね。いいぞ、チェイ、よし、チェックしてなさい。よし、勝てる気がしてきた。はっ、最初の方どうかと思う、気になることかと思ったけど、この時、最良ですよね。あ、魔法使いの方もいいんだ。じゃあ、シェスター対抗しちゃおう。はっ、あ、技使わずに、ダメージ食らって耐えられるのかがちょっと心配だ。はっ、強い。おー、強い。うん、もう大丈夫だ。倒した。ぜい、あー、今ちょっと、弱ってるの。弱ってるの、この子たち。ちょっと、ちょっとやめて。上の方、よしよしよし、そっちならいいよ。うん、危なかった。はっ、はっ、相性悪い感じにかかってくるとは。うん、方法ですが、そうだな、この鍵を強化しとこうか。全部で、それくらい。これは、バリアント。ディフェンスどんどん出ていこう。そうですね、こっちから、全部かな、ダメージは受けたのにね。あ、そっか、アイムでも無理だもんね。
イメージサークル今作ったら、自分が苦労してるだけだから、チェックしておきましょう。ふっ。できられそうな気がしてきた。かずけ頑張れ。この人はダメ。ロリコンが今まであんなに壁として頑張ってくれた覚えがないんだよな。よし、リーダーを倒した。いいぞ。リーダーからも確実に倒していきたい。この辺に攻撃して、エチが悪いかな。こっち、攻撃しよう。最悪。そうか。あ、この人遠くから攻撃できない。あ、この人自分に攻撃できない。あの人に向かっていくの危険だけど、この子は多分相性悪くても倒せるはず。一応多分。大丈夫。いいよ。治療。そこ。復讐は。シェバさんか、怖いなぁ、怖いなぁ。ちょっと待って、このボタン、え？リレーボタン、見てる。はぁ、何これ、何だこの手帳。シェバさんのね、この、あ、わかんないか、フォア効果が気になるんだけどね。どりゃ！これ倒しとこう。よし、普通。いける。倒せる。格付け隊なら倒せる。そう。そこ。ふん。こう。よし、倒した。オッケー。うへん。余裕だね。いいよ。レベルが上がりました。上がりました。どう？進んでいこう。ほい。仲間には近づいて。撃ってしまう。最初は普通。攻撃。ほい。絶対負けると思ったけど、これは勝てそうだね。よし。だってくる。うん。いや。一人で歌ったって何の意味ないんだよ。よしよし。え、それでも攻撃してくれ。ありがとう。あ、みんなに助けを。みんな助ける。スピードアップ。あ、いいね、スピードアップ。受けられるってことだよね。あの真ん中の子、自分は回復できないんだね。よし、やってくれた。うん。乱射。シマさん一人だけ。このシマさんが一番低いからね、気をつけていこう。うん、分かりました。よ、それ。うん、持ちの姿勢だね、こちら。うっ。よし、よし、よし。ポップしていこう。うん。でも、隠すきゃちょっと待っておこう。みんな。ほい。よっしゃ。アタッククリスタル。アッアッとスピード。スピードでやっとまくろう。そう。この人は、スナイプスタンクにしましょう。攻防手さんは、ガチガチに固めていきましょう。よし、行くぞ。それ次のターンで皆さん次に行きます。よしと、行くぞ。準備。アグレッシブ。回復してた方がいいか。そうか、こういう回復の仕方があったね。今更だけど。来るや。
ミオレさんは早く、はい、継続ダメージのあれを使いたい。そしては、何もできない。ほい、よいしょ。ほい。ここは前に上げてね。ピッカルヒッシュ、上げておこう。はい、この子は後ろから攻撃ですね。そして、ヒット上げておきます。よし、シャマさんと戦いだ。ふぅ、なぜか。ぐるぐる行ってるよ。戦時、うん、終了だね。それよーし、来い来い。あー、来ちゃった。直前とかで止まってくれればよかったものね。やばいやばいやばい。この魔法使いが強いんだよ。あー、強いー強いーはぁ、はぁ、強いやっぱ強すぎるよ。頑張れ、隠して。ドン、くっ、全然食らわせられない。ヨシトちゃん、ゲゲ、攻撃、シュマ、ハイドロバング、ガチェ、攻撃しておきたかったが、頑張れ、アタックアップで一人ぐらい削りたい。一人倒そう、一人。ヨシトちゃん、そんな倒せるんじゃないんだけど。よし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 、ハイドロビング、ヨシト頑張れ。よし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 、よし、倒す。よし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 。オッケー、倒した。あとは後ろ3人だけ。そい、あの防御2人が一番強いんだよね。やられるか、ヨスト。あ、耐えた、すごいぞ。やるな、ヨスコちゃん。いいぞ。いや、勝てる。隠しけちょっと逃げとこうか。隠しけやられたらゲームオーバーだからね。あの子で囲んじゃう。ちょっとね、近づいて攻撃したい。身動きできないようにね。ビンタが単体でいいよなぁ。全体攻撃でもいいけど。今のバグリップの先生技見たいし。と、回復できた、ついにあの子。一人を回復って、おわー強い。どんどん、いいよ。そうか、相手、防御力が低いからね。あ、出てきて、そこ。ありゃ、ありゃ、ありゃ、ありゃ。頑張るけーね。かわいい、頑張るけーねって。かわいいけどミスってるな。大丈夫か？大丈夫か？強い。まあでもいいさ。スムは、スムは、しまったい。おー、継続ダメージつけちゃおうか。継続ダメージですよ。いやでも、経験値にならないからな。まあでも、攻撃しよう。やられるかもしれないけど。はい。うん、そりゃ、よし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 。よし、倒した。あ、初めてじゃないですか、初めて。かすりヒット。かすりヒットだったけど。倒して。ないのか。まあ、でももう、シャマさん一人じゃ攻撃できないからね。これはいい的です。攻撃。はい。そうです。やったー、勝てたよ。あー、勝てないかと思ったー。よしよし、強い。よし、勝利。水。よくやってくれたな、シマさん。あ、また逃げた。待って、くそ、逃がすかよ。本当だよ、もう無理かな。落ち着け小僧、回り込むぞ。回り込み、お、落ちろ。頭いいぞ、ガンツフルトさん。ゴッシュゴッシュ、分かったよ。バレるよ、そんな足を使えたら。
としたヨーダさん。うぬ、我はどうすればよい。邪魔だからあっち行ってろ。そんなひどい。ひどい。あ、お父さんかな。お父様。ドリア。やめておくれよ。私のことはいいから早く逃げるんだ。お父様ね、うん。あんた、本当にこいつが父親だと思ってんの？いや、血はつながってなくても。本当に思ってるんだろうけど。ドリー。悪党の言うことに耳を貸すな。私が悪党なら、あんたは何？極悪商人かしら。極悪商人？商人なら何を買ったのよ。あんたんとこに、昨日の風は何回吹いたの？お、何？知らん。私は知らん。確かに、顔色はいい人っぽくはないけど。言わないと、あんた、永遠に何も理解できなくってよ。何を買ったのかしら。なんだ、昼衣装か。ドリッシュだ。ドリッシュか。あ、そっか、そっか。私は娘が欲しかったんだ、それだけだ。うん、お父様、本当に大切にしてるっぽいからな。で、娘は何人いたのかしら。ドリッシュだけだ。嘘だね。そうなんだ。あんた、昨日の風のお得意さんらしいじゃないの。昨日の風、ああ、何、娘を買った娘、5人はくだらないんでしょ。で、他の娘はどこに消えたのかしら。ね、嘘、嘘よ、そんな話。信じる信じないはお嬢ちゃんの自由よ。だけど、おつむの出来のいいあんたのことだ。心当たりはあるんじゃないの。そんなもの。ショックみたいね。でもショックなのはあんたがそれだけ恵まれてたってことよ。これまでいい思いしてきたんだ。あんた、私の思い分けてやるわ。自分が大変だったんだろうけどね。それは悪くないよ。あ、ちょっと。はぁ、あ。それはひどいよ。いい人じゃなくても。いや、解説しましょうか。うそ、それはやりきりだよ。はい、ということで暗い感じに。なってしまいましたが、ね、ドラゴリンシは、ね、嬉しいけど前を向いていくっていうことになるのかな。ではでは今回もご視聴いただきありがとうございました。